動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。デネクレア城が完成して、現地では火炎装の準備が進行してる一方で、忍び星たちの住処を確保するに合わせて、熊平エリアにおいても開発が進行しております。東京の人口に負けず劣らずの忍び星たちの人口は、デネクレア城周辺や熊平エリア周辺だけではまかないきることができず、エイリン湖周辺を中心に密集するようになりました。熊平駅の南側は、さらに昭和レトロのテーマパークが、建設されている段階で熊平駅の設備のふるさと熊平線の特色から成り立っていった節が見られます。このようにデネクレア城の完成が火花となって月鉄界隈の広い範囲に影響を及ぼしております。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。そうか、とうとう達成しちまったんだな。これから忍び星のメンツが集まってくるぞ。だけど東京の人口並みのバトラーをエイリンと熊平だけではまかないきれないんだけど。熊平駅の南側はエリアが違ってるしでな。そうでなくとも昭和レトロのテーマパークの建設がもう始まってるんやわ。マジョリーノたちも火炎装に向けてかなりと張り切っていってるんだぜ。七俳優にとって果たされたミッション、それがベネクレア城の復興。ベネクレア王国周辺に置いてかれないように熊平周辺も開発を進めないといけませんね。早速ベネクレア城を見てみたぜ。やっぱりでかいことこの上がねえな。エレベーターまで完備してたぜ。時代情勢を反映して再建していったんだな。こっちも負けじと昭和レトロのテーマパークを建設してるところで、今はエントランスのブワから着手していってるよ。万博が終わった後も月鉄界隈は盛り上がりが止まらないな。こりゃベネクレア王国周辺の街並みと並行して建設していってるみたいやな。まあとりあえずは昭和時代にあった物を一から見てみるんがええやろうな。ワンチャンで悪日のブルマ姿も見られるかもな。はてさての話だけど、一方で名水浴の件に変わっていくな。あれっていつまで夢次会に置いておくんだ。サータンを撃退しないことには安全かつ公正に名水浴を管理できないことでしょう。そのためベネクレア城を完成させても名水浴は依然として夢次会に置かれたままやで。サータン以外にも塔子陣営が多くいるしで、さらには予期会までもが名水浴を狙ってる段階、
ちょって名水玉を欲しがってるけど、新太陰氏の塊だからって、理由だけに終わらなさそう。その件ですけど、名水玉は単なる新太陰氏の塊ではないのです。正体はエンジェラの元でもあるのです。古い仕切り中高段もエンジェラを使いたいのでしょう。あかんあかんあかんあかーん。女機械の奴らはそれ以前に、性格が不器用やから、そのまま名水玉を持っても、エンジェラは使われへんで。そもそも名水玉に拒絶されるだけや。じゃあ、女機械は名水玉を狙う意味はないってことなんだよね。まさにそうやで、鍵っ子もシュガーミントも、どうあがいても俺らみたいに、天使との同調は難しいで。はっ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 、俺らのお庭もそう言われようとは。完全に俺らのエリアの衰退を、象徴してるわ。鍵っ子に関しては、悪魔と同調してる。不届き者までもがおるんだけどな。だけど、そいつらはこの世にはおらんことになってるんだぜよ。もし地上界とかにおったら、面倒な展開になってたんだぜよ。そんなこともあろうかと、あらかじめ不可侵条約を、結んどいてやな。それが今もなお続いてる状態なんやわ。今やとそのことが軌道に乗ってるしでな。確かに、その不可侵条約がなかったら、鍵っ子もサータンと同調してたかも。GDM、あいつらが悪魔属性の象徴だから、やばいことになってるんだよね。鍵っ子がどれくらいやばいのかを一度見てみたんだけど、シャレにならなかったよ。鍵っ子は泣きゲーだったはずだぞ。悪魔属性と同調することがあるかよ。殺されたんだよ。鍵っ子の当事者にとって、それで神と天使を恨んでるんだ。だが天使界の視点では、そのような理不尽な真似は全くともやってない。鍵っ子に恨まれる筋合いは、全く持ってないのだ。不可侵条約はその意味合いもあるのだ。一方が万が一破棄することがあったら、それこそ鍵っ子の東古陣営入りの、始まり。月鉄と鍵っ子による、全面的なレガールの崩壊の、始まりでもあるで。おかしいぞ、泣きゲーだったはずの鍵っ子が闇落ちしていってるみてえじゃねえか。日常系で保守的すぎた反省点としてはやりすぎなところでもあるんだけどね。加えてこっちでは2015年度になってシュガーミントの買収をやって施設と線路を有してるしでな。てか、古い仕切り中高段を囲い込むためにシュガーミントも囲い込んでるって感じやな。加えて栄養の鮎の抹消もあったんやわ。シュガーミントはいろいろと複合していってるしでな。古い仕切り中高段の要素とスペートスやインブイの要素が複合していたのが栄養の鮎とシュガーミントで、赤田組は前者でノーマルアット陣営は後者で苦戦しておりましたね。インブイとスペートスはきつすぎるぞ。エンジェラがないと厳しいってこれ。とりあえずこの一体もエンジェラで浄化しておいて、うるうって響きをシャットアウトしないとね。忍び星が怖がっちゃいけないから。伊豆箱のラッピング車両たちにも帝王の鮎のミステリーを持ちかけてみるか。アツト創始者と赤田組とノーマルアット陣営、それぞれの観点で見た鍵っ子は全くもって世界が違うぜ。前提で言うなら、アツト創始者の側近は筋金入りの男社会ちゅうことが明らかになってやな。アツト創始者の曰くつき暴力少女がいちいち出てくるのにイラついてたみたいやで。それだー、それが女機械のきっかけだー。実は、ドリフトで聞いてしまったんだぜよ。女機械はアツト創始者が、原因になってるってな。ノーマルアット陣営代わりを、食ってるんだけどな。なんとも皮肉なことになってるぜ。ノーマルアット陣営にとっての、鍵っ子は、敷居の高い存在だったみたいだしでな。じゃあ、赤田組はどうなんだろうかな。女機械を抜きにしての話も、気になるところ。逆に赤田組は鍵っ子と歩調が合ってるみたいで、それを証拠に有権祭も始まってるしな。ちゅうても、2000年代のコンテンツは、ある意味でアツト創始者に対するアンチテーゼでもあるわ。スターアットもアツト創始者と距離を置いてたんわ。
おそらくそれが背景にあるんやろう。むしろ上気取りな奴らが、俺らにとって厄介なもんでやな。鍵っ子と京阪のお庭にもその予備軍は多くおったんやわ。ノーマルアット陣営は神武からバトってたけど。アツト創始者が最も避けてる相手だな。女機会の元凶とも言える関係だぜよ。スターアットが王権に挑戦したのは、そういった背景がありそうだぜ。そして、それらのメンツのプライドをへし折るという作戦なのですね。スターアットはそういった奴らのプライドをへし折るのが好きそうだしな。そこは師匠のクラウディ譲りなのね。ピエロはプライドの部の文字がないしで。それで当事者意識がないってのは、俺らとしても考えものではあるんだけどな。キリスト文化圏ということで、やっぱりパルナス男子は危険だらけだよね。仕方がないぜ。キリスト文化だと男子は神の子と言われてたくらいだしな。それが表面的になってるのがエルニーニョ、意味が神の子、男子ってあるんだぜ。アツト創始者の前代は間違いなく、キリスト文化圏出身だな。男社会ってのがそのことを、強く物語って言ってるぜよ。それがアツト創始者の精神に、受け継がれたのか、スターアットと出会ってどう反応したんだろうかな。アツト創始者にとっては、パルナスの世界は完全に、合ってるな。将来、アツト創始者はパルナス界隈に、全面的に移籍しそうだな。サータンもクラウディの言い分だと、男子みたいな扱いを受けてるんだしな。見劣り環状線の四天王っておるんだろうかな。おらんかったらそこに鍵っ子を。ぶち込みたいぜ。見劣り環状線の四天王はそもそも、作るのが無理ゲーみたいな感じやで。さすがに夢の国と京都の花札やと大阪のスタジオ音の木が揃ってる前ではねえ。鍵っ子も音の木と比べたら従来型のコンテンツって扱いにとどまるから、他の路線カリンカルートの番長ってイメージかな。京阪の車両、これについてどう思う？音の木と比べたら従来型として思われるって、学園系にしてワンパターン戦法って扱いなんやろうか。それ以前に、月鉄はドレミファ学園としてスクールアイドルを先駆けて動かしてるし、音の木と神話性がもともと高いしでな。それの影響からか、音の木を最後に学園系から脱却させたいってことなんだな。黄色いネズミで学園系が展開されても、地鉄界隈の流れは依然として変わっていねえ。鍵っ子と俺らのお庭でのお気に上げ、見劣り環状線での主力といったら、それこそ傍中二病の恋愛のやつだろうな。あいつが見劣り環状線での最後の砦っぽい。おそらく見劣り環状線における鍵っ子と京阪のお庭のお気に上げだな。アニバーサリーエクスプレスで置き換えがあった時に、なぜかあいつだけ生き残ったんだぜ。あいつこそ赤田組向けの鍵っ子と、京阪のお庭のコンテンツだってことだな。軟骨鬼鉄界隈、特に見劣り環状線は恋愛のコンテンツが噛み合うよね。そうだよな。ずっと前から、そのような傾向が見られたんだぜ。2005年度なんかは断王儀で、飛ぶ妖精において、カップルのキスを届けることができたんだし、なあ。それでも月鉄界隈は恋愛シミュレーションとして作られてる企画はだいぶと限られてるよ。それだと鍵っ子とも、分かち合っていてもおかしくないんだけどなあ。それよりも、鍵っ子が女機会に行ったのは、やっぱりシュガーミントの仕業なんだな。先にシュガーミントが鍵っ子を取り寄せていたようだしな。シュガーミントが犯人なんはやっぱり栄養のアユが証明しとるな。やっぱりそうなんだよな。それで古石切り中高団と組んだから女機会入りしたんだ。栄養のアユを抹消したんだったら、いかがにして鍵っ子をこっちに引き寄せるか対策せねば。それこそスターアットみたいなんが主人公にならないと厳しいだろうよ。とりあえず、栄王のアユがいなくなったということで、あとは女機会と直接対決するというところだろう。こっちには暴気退治のシリーズがおるんだしな。名水力を狙われるくらいなら、いっそのことこっちで使った方がいいかもね。俺とかやと大天使の力を、乱発しかねへんからそうはいかへんねんけど。
デンジェラを使いこなせるかの、合戦が、これから始まりそうやで。あの世で暴れてるあいつらが、この世界に出てきたら戦争は避けられないだろうな。デンジェラで戦争するのは言語道断どころの問題じゃないよ。むしろ裁きでエンジェラを持って、参戦する中味方になるんやな。あまりにも問題のある奴は、カナリアに変えて償わせる中国の、手もあるしでな。